ビクトル一世アマデウスは、ドイツのアンハルトベルンブルク公。アンハルトベルンブルク公、クリスティアン二世とその妻で、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルク公、ハンスの娘であるエレオノーレ・ソフィーの間の、第七子、六夫として生まれた。ビクトルアマデウスという名前は、先例の大父を務めたサボヤ公、ビットーリオ・アメデオ一世にちなんでいる。ライデンにおいて、進学者、 フリードリヒ・シュパンハイムの門下で教育された。1649年に兄の死に伴って、後世子となり、父の旅行に随行したり、諸外国の宮廷に外交交渉に赴くようになった。1656年に行為を継承すると、ビクトル・アマデウスは30年戦争で激しく、荒廃した両国を思いやりを持って、治めようと努め、政治、 地方面での改革を積極的に進めた。また1666年、他のアンハルト諸行と共に、アンハルト諸領法の土地法、訴訟法、牧比例の改正を行った。公爵は、財政状態の改善に努め、また1709年に、文家筋のアンハルトハルツゲローデ家が断絶すると、その医療を回収した。1677年に、公領に、 長子相続制を導入したにもかかわらず、1709年に、次男に分量を与えて独立させている。公爵の晩年は、身分違いの再婚をした長男との仲互いのせいで、幸福なものとは言えなかった。1718年に死去し、意外はベルンブルク宮廷教会に安置された。1667年10月16日に、マイゼンハイムにおいて、 プファルツツバイブリュック健康、フリードリヒの娘エリーザベトと結婚し、マニ6人の子女を設けた。ありがとうございます。